こんにちは、ハイズラボです。前回の動画で CPU を V140 から B360 に交換、メモリーを 2GB から 4GB へ増設しました。もっと高速化するために、今回はハードディスクから SSD に交換をしようと思います。まずバッテリーを外します。プラスドライバーでカバーのネジを2箇所外し、カバーを取ります。無理やり外すとカバーや爪が割れてしまいますので注意してください。プラスドライバーでハードディスクマウンタのネジを3箇所外します。1箇所奥まった場所にネジがあるので、見逃さないようにしましょう。ハードディスクマウンタを外します。コネクタがつながっているので、断線させないよう注意しながらコネクタも外します。マウンタにネジが4箇所止まっているので、プラスドライバーで外し、マウンタを取ります。今回使用する SSD はこちら。シリコンパワー A55。128GB。 取り付ける方向に注意して SSD をマウンタに取り付けます。プラスドライバーでネジを4箇所締めます。SSD マウンタをコネクタにつなぎ、パソコン本体に取り付けます。プラスドライバーでネジを3箇所締めます。カバーを押し、ネジ2箇所を締めます。最後にバッテリーを戻して、
完成です。今回はハードディスクから SSD に交換しました。ただ取り付けた SSD は OS が入っていない空っぽの SSD です。次回はこの空っぽの SSD に Windows 10を無料でクリーンインストールしようと思います。次回をお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。